ーフル、セクシャリティを公表した芸能人20人。日本の芸能界は今お姉タレントの存在が目立っていますが、実は他にも自分のセクシャリティを公表している芸能人や有名人はいます。今回はそんな LGBT の芸能人たちを一挙ご紹介。1. マツコデラックス。マツコデラックスさんは千葉県千葉市出身の女装タレントです。小説家中村あさぎさんの対談集にてゲストとして出たことから注目を浴び、認知されるようになりました。その後はエッセイストとして活動しながらテレビなどのメディア露出が増え、今ではレギュラー番組を多数抱える人気タレントとなっています。今じゃ知らない人はいない。というくらいの人気者であるマツコデラックスさんは、女装家としても有名なことからトランスジェンダーという見方もありますが、著書の中でも自らゲイと語っており、過去にはゲイ雑誌の編集者をしていた経歴も持っています。で、カリスマアパレルショップ店員としてテレビに登場し、今はタレントとして活躍しているペイさん。ペイさんは2017年に解決、ナイナイアンサーという番組の企画で里帰りし、両親にカミングアウトしたことでカミングアウトしたいけどできない方々に大きな勇気をくれました。3. 三谷裕二。キテレツ大百科のとんがりやタッチの上杉達也などを演じたことで知られる人気声優の三谷裕二さん。その明るいキャラクターからバラエティ番組で活躍している姿を見たことのある方も多いのではないでしょうか。三谷さんは自身をたびたびグレーゾーンと評してきましたが、ゲイであるという自覚は高校時代からあったと2017年1月12日放送のテレビ東京系列、じっくり聞いたろう、スター近況報告で初めてカミングアウトしました。また、これからの多様性ある社会を考える上で、三谷さんの発言は非常に参考になります。4. ロバート・キャンベル。博学と多彩な才能で広く知られるロバート・キャンベル氏は東京大学名誉教授でもありますが、自身のブログでゲイであることをカミングアウトしました。きっかけは国会議員の生産性がない LGBT に支援は必要ないという発言に対する抗議的な意味合いもありましたが、長年にわたって LGBT であることを隠し続けてきたことに驚いた人も多くいました。5. 伊深克彦。伊深克彦は日本の俳優モデルタレントで2008年に行われたジュノンスーパーボーイコンテストのファイナリストに選ばれました。2016年に放送された有吉反省会の中でお姉であることをカミングアウトしました。デビューしてから6年後になりますが、カミングアウトするまでに様々な葛藤や悩みがあったことをブログ内でも明かしています。6. ミッツ・マングローブ。女性が真似したくなるような女装で美しい姿を披露しているミッツ・マングローブさん。5歳の頃から同性愛者であることに気づいたそうですが、美容整形は一切言っておらず、女装のみで女性らしさをアピールしています。7. 一ノ瀬あやか。グラビアアイドルの一ノ瀬あやかさんは2009年に雑誌の取材で、自身がレズビアンであることを公言しています。そして2014年には冬でダンサーの杉森あかねさんと同性婚をしています。2017年に2人は破局をしておりますが、芸能人同士の同性婚は LGBTQ+の人たちにとって大きな勇気となったことでしょう。一ノ瀬さんは今現在も LGBTQ+のイベントやコミュニティに積極的に参加をして、社会改善に努めております。8. 滝沢奈々恵。元バレーボール選手の滝沢奈々恵さん。美人すぎるバレー選手と呼ばれて一躍脚光を浴びました。自身がレズビアンだと気づいたのは、20代の頃、バラエティ番組で同性パートナーと交際していることを発表し、レズビアンであると告白されました。現在はバレーボールのコーチとして活躍されています。9. アヤバンビ。アヤバンビは2人のレズビアンの女性のユニットで、2人は事実婚のような状態でした。芸術性が非常に高く、高い評価を受けていました。今後の活動も期待されていましたが、2人は破局してしまい、2017年の祈り以降は2人で活動をする姿は見られず、事実上の解散となっています。10. もがみもが。タレントのもがみもがさんは、バイセクシャルであることをテレビ番組で公表しています。10代の頃から女の子の方が好きだったとのことです。レズビアンよりのバイセクシャルなのかもしれませんね。11. カズレーザー。お笑いコンビ、メイプル超合金のボケ担当。
金髪に赤い服という奇抜なファッション、同志社大学を卒業する頭脳、そして歯に衣着せぬ物言いでクイズ番組をはじめ様々なジャンルの番組から引っ張りだこの芸人ですね。芸能界に登場した当初からバイセクシュアルを公言しており、男性なら京本政樹さん、女性なら天海祐希さんのような綺麗な顔立ちの人が好きだと語っています。12. 壇蜜。壇蜜さんも自身がバイセクシュアルであることをカミングアウトしています。壇蜜さんは妖艶なルックスと色気漂う佇まいでグラビアアイドルをはじめ、あらゆるメディアで大活躍をされているタレントです。初めて女性とキスしたのは16歳の頃であり、自分の中でも6対4で男性が6の時もあれば女性が6の時もあると言っています。 13. 鳥居みゆき。鳥居みゆきさんは2007年に元芸人である男性と結婚をしましたが、バラエティ番組に出演した際、高校を卒業してから結婚するまでの間女性と交際していたことを告白。さらに MC である明石家さんママさんから一線は越えたのかを聞かれたところ、あっさりはいと認めたそうです。 14. 江頭2時50分。江頭2時50分は日本で知らない人はいないと言っても過言ではないお笑いタレントです。以前は気持ち悪いと言われることも多かったですが、様々なボランティア活動を言っていることなどから近年は高く評価されることが増えています。 LGBT 芸能人とは意外だと思う人もいるかもしれませんが、バイであることを公言しています。特に隠してもいないものもあまり知られてはいません。 15. 三又又蔵。以前はジョーダンズというお笑いコンビだった三又又蔵さんもバイセクシャルです。お笑いタレントの宮川大輔さんは三又又蔵さんにタクシー内で襲われそうになったと話していました。本人曰くゲイよりのバイセクシャルだそうです。 16. 春菜愛。春菜愛さんは物心ついた頃から男性の体ながら心は女性だと感じていたようで、のど自慢大会などにも女装した姿で参加し優勝していました。学生時代はいじめられた経験から不良のポシリなどをして守ってもらっていたようで、卒業後に春菜愛さんはニューハーフショーパブで働いていました。春菜愛さんは1995年には性適合手術を受けて体も女性となりました。 17. カバちゃん。カバちゃんといえば、スマック世界に一つだけの花の振り付けを担当した一流ダンサーとして知られています。彼女は男性戸籍として生まれ、女性自認を持つというトランスジェンダーでした。ですが、2016年に性別適合手術生体手術を受け、それに伴い戸籍上の性も女性に変更し、現在は、カバ島市花という名前で人生を歩んでいます。18. ゲンキング。タレントや美容家として知られるゲンキングさんは2015年3月、日本テレビ系列の番組行列のできる法律相談所でゲイであることをカミングアウトしました。しかしその後、化粧品 SK2 のキャンペーン動画で自身がトランスジェンダーであると発表。ゲンキングさんといえば、インスタグラムで性同一性障害の診断書の写真を投稿したことでも話題になりました。 19. 中村たる。シンガーソングライターや舞台で活躍する役者として活動を続けている中村たるさん。小学5年生の頃、同級生に自分が男性を好きであると告白し、20歳になってから母親に女性として生きたいことをカミングアウトしたとアートインジャパンの HP で述べています。芸能界でカミングアウトしたのはメジャーデビュー後の2006年で、公式サイトにてトランスジェンダーを告白しました。 20. アイバン。アイバンさんは以前より自身がトランスジェンダーであることを告白していました。最近では俳優の野村正樹さんの身の息子である野村ゆきさんとの熱愛報道でも注目を浴びました。